どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA 国内線減額マイルキャンペーンとマイルバックキャンペーンがですね来ましたので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、 ANA はですね、毎週特旅マイルキャンペーンっていうのをやっておりますよね。これとは別にですね、こちらのキャンペーンをね、発表したんですよね。2023年2月搭乗分 ANA 国内線特典航空券減額マイルキャンペーンということで、今回ですね、特旅マイルキャンペーンとは別にですね、2月の搭乗分のですね、減額マイルキャンペーンをね、発表したんですよね。しかもこちらですね、通常より2000マイル割引でね、利用することができて、ほぼほぼの路線がですね対象っていう風になりますんで、これね結構いいキャンペーンではないのかななんていう風に思いますのと、またねこちらはプレミアムメンバー限定にはなるんですけども、こちらですね、国内線特典航空券マイルバックキャンペーンも同時にね行われるっていう風になりますんで、今回の動画ではですね、この2つのキャンペーンね解説やっていきたいななんていう風に思いますので、気になる方はぜひね最後までご覧いただければなと思います。ということで、まずね、減額マイルキャンペーンの詳細ですね。まず予約期間が2023年の1月の17日から2023年1月の23日っていう風になります。で、搭乗期間がですね、2023年2月1日から2023年2月28日までっていう風になります。で、今回のね、減額マイルキャンペーンの対象クラスは普通席っていう風になっておりまして、発券先はですね、ANA マイルで特典航空券っていう風になりますんで、2親等以内の家族の方にこちらね発券することができます。で、今回のね、減額マイルキャンペーンの、特典ではですね、公式サイトねこういった形になってるんですよね。まあ必要マイル数が、まあ、ANA のね、国内線の特典航空券の必要マイル数っていうのは、シーズンとね、距離で決まっているっていう風になりますんで、0から300マイル区間が通常5000マイルかかるところが3000マイル、301マイルから800マイル区間が、通常6000マイルが、4000マイルで、801マイルから1000マイル区間が通常7000マイルのところが5000マイル、まあそれ以上のね区間の場合は8500マイルのところが6500マイルでね利用することができるキャンペーンっていう風になってるんですよね。ちょっとねこれだと分かりづらいんで、私の方でね主要な都市ねまとめさせていただいたんですけども、まあこういった形になってるんですよね。羽田から札幌であれば通常6000マイルのところが4000マイル、伊丹であれば5000マイルのところが3000マイル、羽田福岡の場合は6000マイルから4000マイル、羽田から沖縄の場合は、本来7000マイルのところが5000マイル、羽田から宮古島石垣の場合は8500マイルのところが6500マイルでね利用することができるっていった形になります。まあこちらねあくまで参考の一例っていう風になっておりますので、もしね利用されたい方はですねご自身のね路線調べていただければなと思うんですけども、まあ基本的にはですね離島以外はですねこちらどの路線もね利用することができるっていう風になっておりまして、またねそれが2000マイル引きでね利用することができるっていう風になりますんで、これはねかなりお得ですよね。一応ね毎週の特旅マイルキャンペーンとねまあほとんど変わらないぐらいでねこのキャンペーン利用することができるっていう風になっておりますので、ぜひね、搭乗期間はですね2023年の2月いっぱいっていう風になりますんで、ぜひね利用してみていただければなと思います。で、今回のキャンペーンのね注意事項なんですけども、まずねこの動画が出ているのが1月の14日になってると思うんですけども、このキャンペーンね発券自体が1月の17日から1月の23日ということで、まだね開始になっておりません。1月の17っていう風になりますんで、来週の火曜からかな。はい。で、またですね、発券期間が6日間しかございませんので、17から23日までっていう風になりますので、この点はね、注意してください。で、またですね、今回のキャンペーンはインターネット限定のね、キャンペーンっていう風になっておりまして、ウェブでね、検索して、発券まで行っていただくと、最後ね、こちらの画面がね、出るようになります。特典航空券キャンペーン適用マイルということで、キャンペーン適用マイルの方をね、チェックしていただいて、発券していただければですね、今回のキャンペーンのね、減額マイルで利用することができるっていう風になりますんで、これね普通の最初の画面はもしかしたらね通常のマイルで表示されるかもしれませんので、まあ最後のねこの画面まで行っていただければキャンペーン適用っていう風に なりますので、まあこの点はね覚えておいていただければなと思います。いやーいいですよね。まさかね毎週特旅マイルキャンペーンがねやってるにもかかわらず、まさかねこんなキャンペーンが来るとはね思っておりませんでしたので、かなりいいですよね。ぜひね利用予定の方はですねぜひチェックしていただければなと思います。
それでは次にですね、プレミアムメンバースーパーフライヤーズ会員限定のこちらのキャンペーンですね、マイルバックキャンペーンということで、ANA のね、国内線の特典航空券のね、ご利用分 10% で、ね、マイルバックしてくれるっていうね、キャンペーンになっております。で、詳細ですね、まず搭乗期間がですね、2023年の2月の1日から3月の25日までっていう風になります。さっきのキャンペーンはね、2月いっぱいっていう風になってるんですけども、このキャンペーンはね、3月末までやっているっていう風になります。でエントリーがね必須になっておりますので、概要欄にね公式サイト載せておきますので、利用される方はねぜひエントリーね忘れずにしてください。で予約クラスはね普通席で、対象の方はねこのキャンペーンはプレミアムメンバープラススーパーフライヤーズ会員限定っていう風になっておりますので、どちらでもない方はですね残念ながらこちら利用することができませんのでご注意ください。でこちらのマイル付与は2023年の4月末に利用分の 10% をねマイルバックされるっていった形になっておりまして、付与マイルはですねちょっと前にね動画にいたしましたけども、あの ANA マイルっていうのはね今いろんなグループ分けになってまして、用途期間限定マイルで付与されるっていう風になりまして、有効期限がですね2023年の10月の31日までの有効期限っていう風になっておりますので、まあ大体ね戻ってきたマイルは半年ぐらいしかね有効期限がございませんので、この点はね注意してください。通常のマイルだとね大体3年間はねマイルって有効期限があるんですけども、このキャンペーンのマイルに関しては半年間っていう風になりますんで、この点ね覚えておくようにしてください。で注意事項ですね、まあ、今回のねこのマイルバックキャンペーンっていうのは国際線の特典航空券とかですね、提携の特典航空券の日本国内の乗り継ぎとかね、こういったところはですねキャンペーン対象外っていう風になりますんで、この点はねご注意ください。まあこちらのキャンペーンね、まあ普通に特典航空券利用していただければ 10% のねマイルが返ってくるっていう風になりますんで、ひとまずねプレミアムメンバー SFC 会員の方はですねエントリーしてまあ利用した時はですねまあマイル返ってくるっていう風になりますんで、まあひとまずねまあ利用するかどうかに関わらずエントリーだけねしといていただければなと思います。ということで今回ですね ANA マイルの特典航空券2つのねキャンペーンをね紹介させていただいたわけなんですけども、いやねまさかね特旅マイルキャンペーンがやっているにもかかわらず、この減額マイルキャンペーンがねしかも国内線で来るっていうのはね結構びっくりでした。一応ね特典航空券大感謝祭らしいですね。ちょっとねこういったキャンペーンがねまあANA キュンっていうのが毎月29日ね、やられておりますので、まあこれでね、いつもこういうのは入ってくるんですけども、もしかしたら今月、こういうのはな、今月以降 ANA キュンなくなるんですかね。ちょっとわかんないですけども、ね、毎週特旅マイルキャンペーンもやって、減額マイルキャンペーンもやって、結構キャンペーンもりもりですよね。これでまた29日 ANA キュンあるんですかね。ちょっとここはね、まだわからない部分ではあるんですけども、まあいずれにしてもね、めちゃめちゃね、お得なキャンペーンには間違いないですので、ぜひね、利用予定の方は、1月の17日から1月の23日までですね、発見していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.